警察庁は今日、2024年版の警察白書を公表しました。白書では、特殊詐欺や強盗などの犯罪ごとに離合を集散する匿名・流動型犯罪グループ特流について、重大な脅威として動向や対策を特集しています。また警察庁は今年4月から6月、特流によるとみられる詐欺など資金獲得犯罪に関わった容疑で摘発したメンバーは824人だったと明らかにしました。